言うと R0 が1以下であればこのモデルは平行点、境界、ディジーズフリーな平行点となります。 R0 が一方で1より大きいときは、そのときは E0 と内部平行点の2セットが存在します。以降のスライドでは、しばしば問題として取り上げられてきたこの内部平行点の帯域安定性に関する結果を紹介します。表で、概要だけ述べると次の通りです。ここで、デルタが0の場合の結果はすでにマッククラスキーが証明を与えました。しかしですね、その一方でこのマッククラスキーの結果が2010年に与えられるまでに、非常に多くのパーシャルアンサーに関する、スタビリティリザルトが出されました。